七尾様が司会でリメイクされたクイズ番組、クイズ七尾ネアに出演した俺。すべてのライフラインを残し、1000万円まであと1問。七尾様が問題を読み上げる。最も値段が高いのは、次のうちどれ？ A、タクシー。B、パトカー。C、救急車。D、消防車。全くわからず、七尾様にライフラインのオーディエンスをお願いした。七尾様のオーディエンス！皆の者、奴をタグ殴りにしておやり！号令によって、観覧の客たちが俺に押し寄せてくる。慌てた俺は、あ、いや、七尾様、フィフティ、フィフティ、フィフティにしてください！と言うと、七尾様が馬を2頭連れてきて俺に近づき、俺の左手と左足、右手と右足をそれぞれの馬にくくりつけた。七尾様が、フィフティーフィフティーと叫ぶと、2頭の馬は別々の方向に走り始め、俺の体は左右真っ二つとなった。声を振り絞って、テレフォン最後のライフラインを使い、119番を押して、救急車お願いしますと言うと、七尾様が C の救急車正解と叫んだ。見事に1000万円を手にした俺は、そのお金を治療費に当てた。治療費じゃあ終わらない。死んでるだろ。二つになってんだ。何言ってんだよ。勘違いよ。あげとこう。パンアナルのシワが気になる気になる気になる、インキンタムシも気になる、サンデーナイトドリーマー。